はい、次にこのボールのアタッチメントを使って中臀筋という筋肉を伸ばしていきたいと思います。中臀筋は今骨盤からお尻側に少しずれたところ後ろにあります。この辺りの筋肉を垂直圧をキープしながら丁寧にほぐしていきます。さらに足を前後させたり左右に動かして、さらには足をこのように円を描くようにぐるぐる回しながらリラックスさせて、このように筋肉を動かしながらマッサージをしていく、緩めていくとより効果的です。この中臀筋は骨盤を安定させる役割、そして重心を維持する役割があります。ここをしっかりとケアをしてあげることで上半身、体幹が整って、エネルギーの無駄な消費を抑えてくれます。